ってのはその踏切のそばなんですがね、私の後輩がね、そこに住んでたんですよね。まあ踏切のそばっていうのは near that railway crossing ってことなんですけど、まあ後輩ですね、 younger associate とでも言っておきますかね。 One of my younger associates had lived there とね、昔自分の後輩が住んでたんだと、下宿してたんですよ。と下宿するっていうのはボーディングハウスっていうのがあって、それ下宿宿とかね、うん、だから he was boarding there ですかね、感じで。でその時ね、よく言ってたんですね、彼は he had told me often then 体の方を鍛えてましたからね、朝早くにこの新聞配達するんですがね、he was training his body and delivered newspapers in the morning とか、あるいは早朝だから in the early morning ですね。で私の時じゃ、いやー実はね今日も見たんですよね朝早くに。He had come to me and said, I saw her again today early in the morning. 自殺なんですよ。ああこれ、suicide。これはもう知る人は知ってますよ。It is known by the note って感じかな。うん。The know っていう言い方があって、The know っていうのは何かっていうと、なんか物事をよく知ってる人たちの、こう、集まりっていうか、そういう層のことを言うんですよね。いくつもあるんですよ。その国と立川の間、いくつもこう、踏切があって。いくつもあるって言って、その後に、いや、踏切がいくつもあるって言ってますよね。There are many って間も入れて、between Kunitachi and Tachikawa って感じかな。A number of crossings there ですね。なぜかこの踏切だけ自殺が多いんですよ。なぜか。But somehow なぜか。Just this one saw many suicides とね。でもう一回なぜかってね。Somehow。あれこれね、専門家言いましたけどね、まあ、はっきりした理屈は分かんないんですが、多いんですよ、この踏切。Different accounts had been made by specialists. だけど、はっきりしたことは、まあ、分かってないっていうことで、まあ、誰もちゃんとは説明できてないっていうふうに言うとすると、But no one could really explain. 誰も説明できなかったんだけど、So many incidents at this crossing.なんであそこだけおかしいですよねって後輩が言うんですよ。文じゃないじゃないですか。なんであそこだけで何々が起こるんだみたいなことを全部言わないで、なんであそこだけね、文にならないで、なんか一節でクエスチョンで終わらせてるから、英語もそれと同じことができるんですよね。 Why only that place? おかしいですよねっていう言い方が英語でもで、それは It's so strange, isn't it?もしかしたらあそこ自爆霊がなんかいるんじゃないですかね。Maybe you know the place is haunted by a ghost。私がその話をしたらば、そういうところ、ちょっと待ってよ、行ってみようかなって言い始めたの。I see. Is that kind of spot?I want to check it out。で彼がスタッフと行ったんですよ、わざわざ。He actually went there with the crew。で。わざわざっていうのをね、こう後ろにポンと付け加えるとすれば、with all the trouble ですね。で、行って、まあ話によると、その自殺が多い時ってのね、明け方らしいんですよね。They went there, but according to what I'd heard, 自分が聞いたところによると、many suicides take place in the early morning。その通勤電車に飛び込むとかね。今のは、Jumping into a commuter train. それに合わせていくって言ったわけだ。それに合わせていくって、その稲川さんのご友人がそれに合わせて、じゃあそう、うん、明け方なのかと、じゃあそれに合わせていくよって言って行かれたと。Okay, we'll go there around that time. And they did. って感じですね。まだ暗いうち。これから来るって夜が明ける頃。Still in the dark. まだ暗いうち。で、日の出が、このまだ先ですよね。だから、yet to see the sunrise ですね。で、スタッフの一人が踏切のところを立ったわけだ。踏切のところで、だから、a crew member was standing
at the crossing ですね、うん、あ、そうだ、でこの辺ですね、こういうそろそろあれじゃないですか、その現場の模様を実況するような感じの話し方になりましたね。だからここからはあの時制をね現在形にしていきたいなと思います。でこれは英語で実際によく起こることで、なんかそのいやーなんか前にこんなことがあったんだよねって話をしてるときは過去形なんだけど、その情景を説明するときの現在形になるんですよね。その方が本当に臨場感を持ってこう自分でその情景を思い描きながら聞くような感じになるんで、あえて現在形を使うんですね、うん、日本語だとねそういう時に現在形って使わないと思いますけど、うん。でやがて向こうでチカッと明かりが見えた。 Eventually やがてね Eventually they see light turning on over there、うん、明かりがちょっとパッとついたってことですね。 It's a train early in the morning。 でこれ貨物列車なんですよね。 It's a freight train。これね、これが稲川さんのトレードマークである、あのなんていうのかな、効果音ですよね。効果音をもうご自身で再現される、これはねだから今回どうしようかなと思ってたんですけど、まあやっぱりね僕最終的にはこれ稲川さんの動画を流しながらそのちょっと音声低めにして、それに僕がまあ英語版をかぶせる形で朗読しようかなと思うんですけど、その時にこういう効果音はやっぱりねご本人のものを出すに越したことないんで、だん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 こっち来る、そうこうですよね、だん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 こっちへ来る、このねこれもが擬音語でもあるんですよね、だん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 って、ね、これを英語でどう表現するか、だん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 、これはね僕もそうだなどうしようかなってね思ってたとこなんですがね、稲川さん多いですからね、擬音語。まあなんですけど、だんだん、だんだんですよね。だから、一つの形容詞、あ、形容詞とか副詞になるのかな？あの、副詞を繰り返して言うことによって、似たような効果を生み出せるんじゃないかなっていうのもですね。だから、だんだんっていうのは徐々にってことじゃないですか。うん。で、それって gradually っていうんですね。だから、だんだんが gradually だから、だん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 こっち行く。gradually, gradually って感じですかね。瞬間踏切にいる人って彼がこう揺れ出したって向かって。The guy standing at the crossing. 踏切のところで立ってる人が begins shaking. 揺れ始めた。で、こういう風に揺れてるっていう話だから、あの、back and forth って言うんですね、こういう時はね。おい、もしか危ないことになったらすぐ飛んでって止めろよ、なんか。If it gets too far.って感じかな。If it gets too far, go and grab him. すごいですね。グーッと来た。機関車の姿も見えたし、ライトも見えて、すべてが見えた。They see the locomotive. で、あと、ライトも見えて。It's light. で、その、ね、全部見えたっていうんですよね。だから、and everything. 瞬間彼がフッと言ったんで、みんなわーっと飛んでて止めたんだけど。That moment,前にこう、だから he bends forward かな、前にこう he bends forward で、フッって感じだから、はい、素早くだから、いろんな言い方ありますけど、fast とか言ってもいいんだけど、こうなんか急な動作っていうような感じで言うと、なんか briskly とか、others are like no ですね。ねえ、はあってこれをどう英語にするかですよね。まあこんなのねいくらでもあると思うんですけど、例えばみんなが行って捕まえたで、そいつはまだ揺れて線路の方に行こうとしてんだけど、それを止めようとして思いっきり掴んでるんだから、多分その時にとっさに出る声とかだった。Come on! とかだと思うんですよね。Come on! って。なんか、はぁみたいな感じの。だそれで行けますね、ここは。うん、Come on! って。で、助かった。列車が、ガーッと通ってた。助かった。助かったんですね。だから、He's safe.で、列車が、だから、the train's like って言って、ゴー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 って今の効果音で、で、it passed 通ってった。感じですね。